はじめから人になど優しくせず、ただ言うことを聞かせればよかったのかもしれない。あの冷たい海の中、私はあの気分をもう二度と味わいたくない。私は運命の軌跡を司っている。高間ヶ原の神の使い降臨。星と月の力を感じてみないか。